テオドロス二世、ラスカリス、1221年から1258年8月18日は、ニカイア帝国の第三代皇帝。第二代皇帝ヨハネス三世、ドゥーカス・バタツェスの子。本来ならば、ドゥーカス世を名乗るべきであったが、聖母、イレーネーラスカリナが、ラスカリス家の出身であったため、ラスカリス世を称した。テオドロス二世、ドゥーカス・ラスカリスとも言う。 ブルガリア皇帝、イヴァンアセン二世の娘エレナと結婚した。1254年、父ヨハネス三世の死により後を継いで即位する。文化面では才能を持っていたが、感触持ちであり、父や、ソトソフテオドロス一世ほどの軍事的な資質はなかった。父や、ソトソフの時代に優位に立ったラテン帝国との戦いには劣勢になり、エピロス先制広告との戦いでも敗戦を重ねた。 父の時代には、コンスタンティノポリスを奪回する勢いだった、ニカヤア帝国だが、テオドロス二世の知性では現状を維持するにとどまった。テオドロス二世は皇帝による宣誓を強化し、貴族の力を除こうと図った。このため、少年時代からの友人であるムザロンを補佐役にしたが、これがかえって、 ミカエル・パレオロゴスラ帝国有力貴族の反感を買い、息子のヨハネス4世に災いをもたらした。1258年38歳で病死した。ありがとうございます。